久保さん、便利な世の中になりましたよね。便利な世の中になったけど、あれですね、あの、なんか不便だったりとかね、いろいろするんですけど、まあ多分ね、まあ、あのー、僕、テクノロジーだと思うんですよね。まあ、この奥間長者合宿でもお話してるんですけども、 まあ、テクノロジーがね、発達して、あのー、まあ、今回、ま、あやさん昨日帰ったんですけど、まあ、ドローン持ってきたあやさんがね。で、ドローンめっちゃ飛ばしたんですよ。うん。あ、ドローンの映像今日編集してアップしようかな。うん。すげえ綺麗なんですよ。テクノロジーしすね。<laughs> こんなちっちゃいドローンなんですけど、すごいなっていう。 うんだからまあそれをね使える人と使えない人がいてなんかそうインスタでねドローンのなんかちょっと写真というかねアップしたらなんかコメントにいやドローンの操作すごいじゃないですかみたいなね今ドローンって昔に比べるともう GPS 機能がすごくて ま、自動回避とかね。勝手に、その自動、電池が切れそうになったら勝手に戻ってくるとかね。まあ、いろんな、そのすげえ機能があるので、もう初心,初心者でも飛ばせるぐらいになってるわけですよ。なんかその、え、iPhone 使ってるんですかすごいですね。みたいなぐらい、もうドローンに関しても、めちゃめちゃ初心者でも使えるというか。うん。そう。だから、まあ、あの、非常にね。 だからまあそのコメントをした人はドローン使ったことないんでしょうね。ドローンのお風呂沸きましたね。なんかドローン使ったことないでしょうね。うんだからテクノロジーを使える側か使えない側かによって多分この二極化っていうのは非常に進んでいくんじゃないかなと思います。 だってテクノロジーはどんどん変わるし、どんどん進化していくわけですよ。より便利に。で、そのより便利になるものを使えなかったら便利にならないですよね。久保さんと僕がなんであの自由になってんのかっていうと、単純にテクノロジーを使いまくってるだけなんですよ。うん、で、じゃあテクノロジーを使えない人たちが、あの久保さんの総会が入ったりとか、僕のドリアが入ったりとかするわけですよ。 うん、違いって何かっていうと多分テクノロジーじゃないですか。でもテクノロジーは目の前にあるんですよね。うん。で、目の前にあるし、目の前にあるものどんどん変わるし、まあ。パソコンに関しても僕があの大学生の時はね、まだフロッピーディスクでしたけど、もうフロッピーディスクなんか死後ですよね、多分。誰もなんかフロッピーディスクっていう単語出てこないですよね。ちょフロッピーディスクにし,しましょうか、この YouTube。 そう僕がラッキーだったのは、なんか、まあ、ラッキーというかね、なんか、すごく感じるのが、なんかその、パソコンに関しても、WindowsXP っていう OS がもう十何年作られて、まあ、当時、パソコンっていうのが、デフォルトが、まあ、メモリーでいうならば1ギガとかね、2ギガとかね、そう。まあ、XP の認識も4ギガ、あまあ、MAX32 ギガまでいけたかな。 でも初期の XP は4ギガマックスだっていうような気がするんですよ。認識できるメモリー数も <laughs>。どうすかね今 iPhone。iPhone のメモリーメ,、まあまあ、メモリーじゃないですけどね。SSD か。まあ、まあ、6 4ギガとかね。1 2 8ギガとか。まあ僕が使ってる iPhone は5 1 8ギガですけど。まあメモリーとはちょっと違いますけどね。SSD で。でもそのフロッピーディスクにその、なんだ。 あのー、保存できるやつって、なん、ギガじゃないんですよね。フロッピーディスク、えっ、ー、と、容量。フロッピーディスクの容量は、うん百128キロバイトですね。発売当初の容量は128キロバイトですね。128キロバイトで、 で、なんか1980年代は、えー、容量が 1M、1M バイト。うん、1M バイト。これ、128キロバイトとか効かないですよね。キロバイトっていう。うん、今、ギガじゃないですか。キロバイトですからね。うーん。 キロバイト聞かないですよね。だって、1ギガもないんですよ。<laughs> キロバイトだから。すごいですよね。今、ね。あの、iPhone で1キロバイトとかないでしょう。デフォルト128ぐらいになってると思うんですけど。もう100倍以上ですよね。久保さん。100倍以上ですよね。デフォルトのこの金に値が。 うんでも多分フロッピーディスクからのこの多分に20年ぐらいですよね。このに僕が大学生で18だから25年ぐらいか。この25年ぐらいの進化でもう100倍ぐらいになってるわけですよね。容量が。うん。そう。で、今テラも出てますからね。まあ僕の MacBook Pro は 4TBSSD 入ってるんですけど。そう。テラですから。 まあ、外付けのハードディスクも僕、2テラ4テラまあ、テラしか持ってないですね。昔はその、なんか、バッファローの500ギガが出た時、500ギガかすげえってね。500ギガが、なんか1万5 0とかね、ちっちゃい500ギガ。その500ギガちっちゃいハードディスク出た時も感動してましたけど、でも高かったですよ、あの時。でも今、500ギガのハードディスク、売られてないですね、あんまりね、多分ね。<laughs> だいたい1テラ ぐらいが標準になってきてるかなと今思いますけどね、売られてるのも。うん。はい。時代は進化するけれども、まあその時代に残されるか残されないか、使うか使わないかですね。やるかやらないか、使うか使わないか、いってらっしゃい。